柔らかい鶏もも肉の生姜焼きの作り方、副菜と小漬けにもタンパク質を意識した献立です。このチャンネルではシニア向け健康に良いレシピを更新しています。ゆっくり見ていってくださいね。
ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらポチッとお願いします。おまけメニューもどうぞ。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。他の動画でまたお会いしましょう。